満点を達成したということで、ありがとうございます。学生時代に920点が専門な工学なんですけど、はい、半導体の研究で島津の国際学会でめちゃくちゃ叩かれたんですまだ始まりました、むちゃしゃんに。さあ、今回はスペシャルゲストでございます。じゃあ、春です。お世話になります。はい、ということで、春さんがついにトイック系 YouTuber で満点を達成したということで。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。いやー、ほんと、はい。やりましたね。やりました、ついに。しかもね、デジタル化一発目じゃないですか。そうですね。ちょうど節目のタイミングで撮れてよかったです。はい、よかったです。僕はちょっとね、iPad 割れて炎上しかけてますけど。見ました、見ました。いや、意外な点数。おかしいんですけどね。間違ってるとこなくない。一緒です。一緒。午前。午前。僕も午前。そうだと同じはずなんで、どこも間違ってないんですけどね。はい、森哲さんのライブで答えさせていただいて、はい、今回自信あるな。そうです、もう特に間違ってないなと思ったんですけど、まあ難聴は何かを狂わせたのかもしれませんが、いや次回の縛りめっちゃ面白いのやるんで、まあ、そうですぜひ。さて今回はですね、じゃあそんなハルさんの経歴を聞いていこうかなと思っておりますんで、きっかけは何だったんですか、そのトイック系 YouTuber になるぜよみたいなのは。コロナがきっかけだと思うんですけど、まあ、在宅勤務に移行したじゃないですか、はい、結構多くの会社が、うん、私が当時勤めてた会社も、まあ、在宅だったりとかリモートの割合がどんどん増えてきていて、はいはい、でその中で通勤する時に比べると時間があるというところで、はいはいはい、SNS で発信できないかなっていうちょっと思ってたんですけど、最初インスタグラム始めたんですよ、はいはい、学習記録みたいなも兼ねてやってたんですけど、まあ全然伸びなくて、あインスタが点数がどっちもなんですけど、当時はそんなに勉強もしてなくて、はいはい、学生時代に920点が25点ぐらいを、そんなにあったんですね。そうなんですよね、大学生の時に取ってたので、はい、まあ、その遺産を使ってというか、はい、レガシーを、はい、レガシーを活用してちょっと発信できないかなっていうのでやってて、はい、フォロワーとか伸びなかったんですけど、はい、他にじゃあちょっとプラットフォーム変えてみようかなっていうので、ちょっと YouTube 始めてたんです、うん、そういうのがきっかけだったんですね、はい、じゃあ昔得意だった英語っていう感じ、はい、そうですね、で当時もう何か英語系の資格で対外的に示せるのが TOEIC しかなかったんですよ、はいはいはい、なんで、まあ、TOEIC っていうことで、そういう感じで始めたんですね、はい、じゃあ大学でそれだけ取ってるってことは、もっとヤンガーの時の話をじゃあ聞いていくと、英語はいつぐらいから。英語は大学4年生からですね。ヤンガーって言ったのに思ったよりギンってきた。いや高校時代とか、高校時代英語得意科目であったんですけど、はいはい、でもリスニングとかというよりは、はい、受験英語がすごい得意でした。あ受験英語、大学とか公開してるんですか。大学は隠してないですけど、多分言ってもないって感じです。ああなるほどね、まあ、別に言う必要はないんで。それで、でも大学4年でなんで本腰入れたの。まあ、理系だったので、はい、研究室配属始まるんですよ、はいはい、4年の時に、うん、そうするとすごい国際交流の盛んな研究室で、おうほうほう、留学生とかがすごい多くて、うんうんうん、交換留学生とかも多くて、うん、まあ、そこそこそれなりにその中では英語ができたので、はいはい、まあ、ちょっと対応を任されることともあって、うん、でまあ英語でこう喋ったりとか、提携先の大学の先生に対して研究内容をちょっとプレゼンしたりとかもあるんですけど、うん、へー、はいはいはい、まあ話せないっていうことがあって、うん、ちょっと悔しい気持ちになってなんか勉強しようと、ただなんか指標が欲しかったので、うんうん、まあ TOEIC を使ったって感じですね。その時はどんな感じで勉強したの。その時は初回受けたのが本当にもう500点とかだったんですけど、じゃあ500からもう900まで上げたんですね。そうですね、まず700まで特急シリーズ、あ文法特急です、はい、はいはいはい文法特急、多分キンフレかな、はい、で上げたんですよ、うんうん、でもう英語結構できるぞってちょっと思い始めて自分のこと、うんうん、でまあその国際学会とかで、はいはいはい、オーラルの発表とかあるわけなんですけど、はい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 、その時にこう質疑応答とかするじゃないですか、はい、それでまあまあ喋られないんですよ全然、あられる、まあ、まあまあまあ喋れない、出なくて、でまあ700じゃダメなんだって思って、うん、そこから公式問題集も使いましたし、うん、英語系の当時いた YouTube とか活用して、はい、はいはい、すごいですね、オーラルの発表つってスピーキングにはいかなかったところが面白いですけどねそうですね、トイック上げなきゃって思ったとかそうですね、本当によく考えてなんでなんだろうと思ったんですけど、多分スピーキングのテスト当時知らなかった、あ、はいはいはい、英語の試験って言ったらトイックって感じなんですよ、英検でもよかったそうです、喋るったら乗ろうと、言われてみれば、なぜ理系そこの論理は働かなかった
いやなんか英検ってこう受験のイメージがあったんで、はいはい、でより TOEIC の方が実用的なんじゃないかとよくわかんない思いが当時ありました。え、理系は専門は何？専門はなんか工学なんですけど、はい、なんか半導体の研究をやってました。半導体じゃないですか。今でもまだまだ熱い。そうですね。さっき電車の中東大生がそういう話をしながら帰ってました、はい、院は行ったんですか？大学院まで行きました、はい、で就職は、まあ、あのエンジニアに就職して、はい、1社目はなんかの、まあ、メーカーなんですけど、うんうん、で2社目もメーカーなんですけど、うんうん、今3社目は IT 系にいます。あ、そうなんですよ。それでなぜねトイックに行ったらこう面白いと思う。なんかラムダ技術部みたいなああいう感じ の、 の、そうですよ ねラムダ君みたいなのには行かなかったんですね。競合が多いなって思ったんですよね。あ、うんうん、まあ、今考えるとそうでもないんですけど、うんうん、でもやっぱ当時自分がすごい好きだったことで、うん、他の方にティップスをこう与えられるフィールドって英語かなって当時は思ったんで、うんうん、いざ始めて最初なんていうの？最初、まあ、勉強を始めて、うん、YouTube 始めて、うん、もう一発目が860点とかになったんですよ、はいはい、当時 YouTube やった時に925点みたいなのを、うん、はい、すごい前面に出して YouTube やってたので、はい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 、久しぶりに受けたら下がってたんで、はい、めちゃくちゃ叩かれたんですよ、そこで当時そんなにフォロワーの方もいないんですけど、はい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 、それなりにこうなんかワッとコメントが来て、はい、予約も行ってないじゃんみたいな。ああ、なるほどなるほど、いいじゃないですか。それで伸びるわけですね。それで確かにその通りだなと思って、はいはい、ガッと勉強して、うん、その3ヶ月後ぐらいに受けると950まで行ったんですよ。お、はいはいはい、そしたら950まで行ったんで、うん、まあちょっと安易に満点もいけるんじゃないかと思って、はいはいはい、そのタイミングで満点目指しますって言っちゃったんですよ、はい、おうおうおう。で満点目指してちょっとずつやってたんですけど、うん、その過程で英検級取ってないくせにっていうコメントがまた来てはいはい、確かにな。おうおう、森哲さんもそうですけど、はい、皆さんこう活躍されてる方、うん、まあ取ってるんですよ。なるほど、まあ、まあまあそうですね。まあ1級の方が簡単ですけどね、トイック待ってる全然3点よりは簡単ですよ、ね、はいはい、ただトイック950点とかと比べるとちょっと、はい、今どうなんだってとこじゃないですか。なんで4技能問われるっていうのもあって、はい、まあ、スピーキングとかも自分なりには勉強してきたつもりだったので、うんうん、まあ、そういうところを示したいなと思って、うんうん、やっぱ英検1級をそれがきっかけで取ったと。それがいつですか？何年？ちょうど2年ぐらい前ですね。あ、2年前で950と英検1級を取ったわけです。そうですね。まあ、僕はもうそうな大学4年の時に950と英検1級だったんで、なるほど、そうちょうど同じぐらいに取ってるんで追いついたんです。ちょっとね、はい、数年遅れ。そうです。まあそこから2年か、だから目標取りますって言ってから2年経ってようやく満点取れた。なかなかね、満点って大変ですからね。長かったです。985点を取ってから1年経ってるんですよ、はい、はいはいはい、そうそう、そういうもんなんですよ。5点1年使って、本当に本当に大変なんですよ。いや満点って本当に毎回できたって思うんですよ、はい、今回は満点いったって思って、まあ、森哲さんのライブで落胆することもあれば、はいはいはい、そこでも気づかずに当日まで自信があるときあるんですけど、はいはい、取れないんですよね。満点まではどう勉強したんですか？もうなんか TOEIC の勉強 もちろんやってたんですけど、はいはい、どちらかというとこう形式を忘れないための最低限っていうところに留めて、はいはい、それ以外はそれこそ IELTS のちょっとテキストやってみたりとか、はいはい、あ、そうだ、今はねやってる、ね、そうなんですね、はい、あの英検の問題、長文をやってみたりとか、はいはい、そういうのやってました。まあそうですね、一回ライブには出てもらってたんですけど、そうですね、その満点取ったら出てもらおうって思って、僕そのインターネットラジオですね、当時に、はい、それ満点取ったら出させてくださいっていうメールを僕送ったんです。だそれをこうなんかモチベーションにして頑張ったんで。神崎先生ですか？そうです、そうです。そうなんかモチベーションになってもらえればいいなと思って。あ、確かに。そしたら満点取りましたって。いや本当ありがとうございます。出演できるとはと。もうすぐに言いました。もう多分明日出しますから。もうえもう編集してすぐ出しますから。今後はじゃあどうするんですか？ IELTS 受けてますけど今はね。高い IELTS。 そうですね、まあとりあえずは IELTS かなと思ってますね、うん、どれぐらい目指せばいいと思いますか？今何点でした？今この間受けたの7です。はい、7か。まあ点語がマジで一個一個の点語がマジでね大変なんでね、IELTS は本当に。爪は何点ぐらいですか？いや8だと思いますよ。 8.5 はもうね本当にめちゃくちゃな努力が必要です。あ、自分自身は努力して 8.5 取るためのたくさんリソースをつぎ込むのが費用対効果が悪すぎる
で8を取った時に、ああなるほどこれぐらい頑張って8なんだって思って、その何年後かにまた受けて、で8だったんですよ。だからこれ費用対効果悪すぎだろうって思って、その何年間で英語力がすごい上がってるはずなのに、それでも8なんだったら、その運要素とかもあるし、多分相当な時間とかけなきゃいけないなって思ったんで、そしたらまあ8を、そうですね、8はいけると思います。目標にしてやります、はい。まあ、多分僕もアメリカ行ったら目指そうかなと思います、そういうのは。今はちょっとアメリカに行くための準備を一生懸命しなきゃいけないので、その余裕がないので英語を一生懸命やる。それでもまあ一応 CNN とか見たりとか、今日も映画見てきたりしたんで、そういうの見てるとやっぱ全然トイックとレベル違うなっていうのは感じるんで。乗馬やってましたよ、ね、ああそうそうそうハワイの全然伸びてない動画、そうそうそう、ちょっとみんな見てください。ハルさんのファンちょっとみんな見なきゃダメ。あのガイドさんの英語凄まじかったですね。そうそう、 I'm just gonna give you a short demonstration, show you folks how we're gonna ride our horses out there and give you some rules that we're gonna have out on the trail today. So I do have your horses all picked out for you guys already. Once I get you on, you wanna make sure that you are sitting up straight at all times. Make sure you're also keeping both feet in your stirrups. で、ああいうの聞いてて、編集の時見直して、これ普通と分かんないじゃんと思って、テロップ出すのめんどくさって思ってああいう感じですからね。え、海外行ったりはするの？いや、旅行とか、うん、それぐらいのことでしか行かないですね。留学とかしたことないです。あ、そうなのね、はい。じゃあ今後の目標はとりあえず会える。そうですね、まああとはやっぱり留学をせずに、はい、国内でなんとかこう英語力を上げてきた中で得たノウハウみたいなところをもっと発信していきたいですね。純ジャパですからね。純ジャパとしてすごかったです。もう達成した時の皆さんのこの応援、いや本当にすごかったです。すごい、やっぱりいかに綺麗か、チャンネルがその違い大人が見るチャンネルって綺麗なんだなって本当にね、つくづく思わされましたけどね。確かにそうですね。だって別にハルさんボケるわけでもなく、うん、淡々と喋る感じでやってるんで、面白くない人は本当に面白くないと思うんですけど本当につまんないと思うんですけどね。誠実で一番好きですみたいなことかね。 ありがたいですね。っていう本当にツイッターもすごくなんか綺麗ですよ。すごいな、祝福のコメントくださって、はい、思った以上にすごい綺麗、本当によくやっててよかったな。僕のコメントなんか100多いみたいなコメントにしてくれば多くてあ、そういただいてましたね。あれ初めてですよね、多分 YouTube でコメントいただいて。そうです初めてです。やっぱ記念の時に、記念書き子じゃないですけど、そうしたいなと思ってたんで、 Twitter であのサムネ事件の時にコメントいただいたのが、そう最初のやつ、そうありました。詳しくはとかないのか、あの動画撮っといていいんですけどね、あれ置いといた方がいい、ね、ありました実は、はい。まあ、ぜひトイックのね勉強法だったりとか一緒に勉強してモチベーション上げたいという方はぜひハルさんのチャンネルを見ていただければと思いますので、コメント欄も綺麗ですので、はい、ぜひともそれはと思います。はい、ということで今回ハルさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。